Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain. はい、ダイレクトカーズのチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。車中泊キャンプ女子の森ふみです。今日はですね、神戸港から新門司港、兵庫から福岡ですねまで移動するフェリーの様子をお届けします。で、そんな旅の相棒はこちらの NV200 ポップちゃんというダイレクトカーズさんの車です。ベースはね、名前の通り NV200 ベースなんですけども、車内の実際の様子とかは佐賀に着いてからご紹介することにして、では早速行ってきます。What's been going on? Tell me what's been going on. I was so kind of thinking about it. 高いやつを考えると、このマルゲリータになるけど。で、ここがお土産物屋さんです。ご飯とかお酒とかも一通りここで買えます。ここがキッズスペースです。かわいい潜水艦みたいになってて、滑り台とずっとテレビアニメが流れてます。お風呂入ります。行ってきます。はい、もうすっかり自分の部屋になりました。綺麗な朝焼けと、これは山口県かな。おはようございます。全然来るね。はい、無事車に乗りました。このまま今から下船します。かわいい足ですね。福島県にやってきました。今日はその新門司港からちょっと1時間ぐらい走ったところにある鏡の海っていう場所に来てます。で、うきちゃんも一緒です。で、この、鏡の海は干潮になるとすごく遠浅の海なので、ないでいれば表面に自分の姿が映るっていうのが可愛いらしいので、ちょっと着替えて早速見に行きたいと思います。いまいちね、なんか鏡面なのかはちょっとよく分かんなかったけど、どんちゃんと海を楽しむことができました。綺麗かった。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。以上、森ふみでした。最高だった。じゃねー、バイバイ。